さて、追っ始めるか。本当にこの方角で間違いねえのか？トロールどもの残留思念をたどっているのです。間違いありません。にしてもさっきからだんだんと薄気味悪い景色になってきてねえか？なんだか魔女の館にたどり着いた時と真逆って感じだぜ。やはり恐れていたことが。ここは隔離用です。それも少々厄介な隔離用の闇の領域、クリフォトです。クリフォト。隔離用はその深みの中に独自の雰囲気を持ついくつもの領域をはらんでいるのです。幽体とは己のオドと同質の者同士が寄り集まる傾向があるのです。暖かなオドをまとう者は暖かな者同士で、ここは逆。暗く淀んだ心の群れ集う闇、クリフォトです。これは通常ありえないことです。隔離用と打つよがこんなにはっきりと重なることなど、トロールやオーグル、妖精や魑魅魍魎、幽体の生物たちがまるで肉体を持っているかのように人々に認識される。彼らは本来私たちの精神世界、夜の夢や空想の中に住まう者たちなのです。もしもそれが現実に存在してしまったら。タロ、どうなるってんだ？わかりません。ただ世界は変わってしまう。いいえ、おそらくそれはすでに始まっています。あるものの出現とともに。この奥がトロールどもの巣です。急いでお二人を助けましょう。止まってください。あそこにいるトロールのオドをそらします。相手をしている暇はありません。見つからないよう慎重に進みましょう。すげえ、どうなってんの？オドを操ることも魔術の一部。魔術師ならば誰にでもできることです。なんだ、行き止まりじゃんか。魔術で道を開きます。少しの間敵を引きつけてください。分かった。
敵は任せておけ。頼もしいこと言ってくれるじゃない。こいつら奥から湧いてんのか。ちょっと見てくれ。しゃがみ込んでうずくまってしまいたい。でも背中越しのこの子のぬくもりが私にそうさせてくれない。何もできない私に初めて託された私よりも弱い存在。私が無力であることを許してくれない。これは報い、それとも
して済むぞ。やりやがる。この奥です。詠唱の時間を稼いでください。よし、ここは俺様に任せな。なんとか潰しに行かねえと。するわ。詠唱をやり直します。援護。奴は怪我で動けねえ。命に別状はねえよ。あんたを連れて帰ると約束した。倒し終わりましたね。すぐにここを脱出します。また出てきやがったぞ。私が気を失わなかったのはキャスカさんがいたから。自分よりも弱い存在が私を支えた。これは救い。私が虐げ続けた弱き者が今は私を救ってくれるの。俺が足止めする。おめえらを先に行け。そんな、いくらなんでも無茶です。あの数を一人で魔術の援護もなしに。任せろ。
陰雲も告げさせないこの言い切りようは。この状況を見れば無謀だってわかるでしょ。キャスカを頼む。バルネーゼ、あんたのおかげで随分と救われてる。感謝してる。いいえ、そんな。石泥、お前がしんがりだ。女たちを守れ。けどよ、俺武器を持ちゃ戦場じゃガキだろうが立派な戦力だ。任せられるから任せた。やり遂げてみせろ。あったよ、やってやら。クールに完璧に、このクソ男。さて、追っ始めるか。そろそろ湧いてきやがる。久しぶりに100人、いや100匹斬りとシャレゴムか。ああ減ってんだろ。来いよ、お前らのうち半分は今すぐ餌だ。久しぶりに型を成してみれば、トロールどもの腹渡だなんて最低の体だわ。ガッツさん、全員出口までたどり着きました。あなたも早く脱出してください。今のはガッツさん、そこで今何が。ガッツさん、お久しぶりね。いいえ、
私はいつもあなたを感じていたわ。洞窟で、塔で、数えきれない夜の中で、あなたの洞窟を感じていた。そして、道が開かれた道に、あなたが私の領域を訪れることは分かっていた。もっと感じさせて。あなたの怒り、苦痛、すべて解き放って。あなたの魂は、このクリフォトにこそふさわしい。その憎悪、苦悶、そして恐怖。熱い、熱いわ。体が引きちぎれるこの感触。でも足りない、これじゃ全然。もっと、もっとよ。全然足りない。男と女の秘め事に水を差すものではなくてよ。それともあなたもご一緒する、王様。腹はだの正気、召喚されしは貴様のいかが。召最高よ、あなた。また会いましょう、愛しい坊や。くそ、一体何がどうなっちまったんだ。キャスの強引な降臨とニューメスの余波だ。この領域の生と死が逃げたぎり混沌と化した。試し切りにはこのアイデアも知れ。これはキャスラをかの渦へ葬らんがためにのみ振るう手段だったのだが。何のつもりだよ、技術なんぞに付き合ってる暇は。人ともより奪いしベーリット、我が体内にて刃へと練り上げた呼び水の剣になる。ファルネーゼ様、よくぞご無事で。もしものことがあったらどうしようかと。心配かけましたね。俺の活躍見せてやりたかったぜ。あなたは何もしてないじゃないですか。エイド、
仲間か。もう二度と、そう思っていたんだがな。